皆さん、こんにちは。白石市長の山田祐一ですえ。昨日は第16回鬼子十郎祭りが開催されました。そして本日はその荒野祭として、本市のアンバサダー、森川敏之さんのトークライブが行われました。また、このトークライブには、声優の星宗一郎さんにもお越しいただきました。それでは、森川さんと星さんから、 市民の皆さんにメッセージをお願いいたしますはい、えー、白石市民の皆さんこんにちは、えー、アンバサダーの森川俊之です、えー、今日は荒野祭のトークショーがありましたけれども多くの皆さんにいい遊びに来ていただいて大変、えー、楽しいひとときを過ごすことができましたこれからもですね白石市盛り上げていきたいと思いますはいほしつお郎ですアピー <laughs> はい、えー、今年もね、えー、ゲストに呼んでいただいて、えー、本当に、ね、あの、皆さんと楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。ね、あの、これからも、ちょっと少しでもね、あのー、力になれるようにというかね、この白石市の盛り上がりに少しでも貢献できるように、えー、また、あのー、遊びに行きたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。